各チームのスターが集う夢の球宴オールスターゲームです。この場面打席にはロペスが入ります。さあ2アウトにはなりましたが、なおもチャンスは続き満塁としています。今度はしっかりつなげて先制点を奪いたいですね。なるほど、そうですね。センターへ持っていった、掴んで3アウト。先制することはできませんでした。ここで打席にはエルドレッドが入っています。さあ同点のランナーを得点圏に背負います。まあここは重要な局面ですからね、キャッチャーのリードにも注目したいですね。なるほど、そうですよね。このピンチ見事三振を奪いました。ツーアウトになっています。ツーアウトランナー二塁一塁とか、バッターは3番ロペス。前の打席ではフォアボールを選んでいます。2アウトランナーありません。さあ1点差ながら勝利まであと1アウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。サードが取る、これで3アウト、試合終了。ソフトバンクホークスが僅差で勝利を収めました。